こんにちは、ハムチューバーのスケロクです、久々に、J ちゃん PRT の、1の尺から、お届けしてますが、今日は、8月の31日ハムフェアに行ってきましたという話題です。今日はね、1日目まだ明日、2日目がありますからね、部材がね売れちゃうとかね、やっぱりアイボールする人で31日って土曜日来る人が多いんでね、今日の人出が多かったかなって思いますけれども、まあ、行った感想ね、いつもよりどうですか、気のせいですか、人が多かった気がしますね。それから若手の人が多かったかな、やっぱこれから免許取ろうかなみたいなね話をしてる人が多かったんで、まあ空気をつかんでね、どんな感じでしたかっていうのはね、これね、スーパー取って出しなんで、記録映像がないんですが、皆さんのブログとか写真見てくださいっていう、すげーね、適当な、インプレッションですけれども、なんかみんな話題にしてたのは、パンフレットもらい忘れちゃったんだよな、IC705 ですね、エレクラフトでいうね、KX2 みたいなやつ。八重洲で言うとね、FT817 みたいなやつで LCD がついてるやつですね、705で検索してください。はい、なんかね、話題でね、どうなんだろうね、これからね、まあ、スマホみたいな感じの LCD がどれだけ電池食うのかなっていうのが気になったんですけれども、外部電源で 10W、10W ね。で、電池のバッテリーの運用で 5W っていう仕様だったんでね、705は今年の話題だったんですよね。で、私が臨時収入があれば本当に買って帰ろうと思ってたんですよ。IC9700 やっぱね、今年ちょっと FM 電波等々で430出てて、スーパーマニアックな人はね、やっぱ IC911 あたりがいいとか言うんですけれども、まあ9700はね、買って間違いがないリグだろうっていうんで、どうだろうね、僕のFT991A なんかも選択肢に上がるんだけど、何しろ1200が出れますからね、オールモードでね、18万ぐらいするんでどうかなと思う。今回ね、臨時収入がね、これ3台分ぐらい入る予定がね、ハンデ駅も買えないような値段だったんでね、東京までの往復のお金で終わっちゃったみたいなんでね、なんか若い衆が FT3D 買ってたんで、ロクさんこれなら買えるんじゃないですかって言われたけどね、いいやってね。でも FT3D ね、なんか使ってるのね見たけど、意外とこれねいいかなって個人的には思ったんですけれどもね、9700。うちのね、若い衆がね、あ、じゃあ六助さん買わないんだなって言うんでね、本当にね、お金満件18枚渡して、でスピーカー1個おまけしてもらって、ちなみにそのお値段で、お持ち帰りになってました、ハムフェアから。くそ面白くねえなーと思ってね、これ見ようがしにね、僕の前でやってましたけれども、そういう視聴者の方がいるって言うんでね、僕のね、ツイッター見て、失業者に失礼だ君ね、どうですかね、こんなね、FT101D とかをね、ね、惜しげもなくね、MP バージョンとかをね、惜しげもなくね、買える立派な OM になりたいですね、僕もね。あとはね、そうですね、ね、あとはね、どうですか、FTI さんのこのタワーね、FDX421、これね、ベーシックなモデルだと思いますよね。縮めた状態で、一応ね、マストを6メーターの上つけた状態で、高さが15メーターの下収まって13メートルとかなんですよ。縮めた状態が15メートルより下のモデルね、僕こういうのをおすすめします。はい、伸ばすと20メーターちょっとになるかな、21メーター縮張がね、それくらいのクランクアップタワーっていろいろな意味で使いやすいと思います。まあ、ちゃんと税金は申告してくださいということで、けどね、なんで、およそね30万税込みか抜きかなってところですね、およそ建て方がね4から5、場所によりけりみたいですね。はい、だから180持ってればね、IC9700 ね、9700の10倍ぐらいのお金を持ってれば買えるそうなんで、はい、夢のクランクアップタワーのお話でしたね。はい、なんか
久々になんかウェザーステーションもやってみたいなーなんてね。はい、そんな感じでね、回ってきました。ハムフェアでした。アイボールはね、またねちょっとくだらない長話をしてしまってご迷惑をおかけしましたということで、ハムフェア1日目行ってきました。まだ、明日2日目がありますけれども、大抵の方は、これアーカイブで、9月以降見てるかと思いますが、今年の山は何でしょう。やっぱ俺ひねくれてんのかな、やっぱ VU にね、ハンデーキもね、なんかいかに欲しいね、 FT3D とかね、これ面白かったななんてね個人的に思いました。ね、アルインコさんとかね、パーツ、カタログ全部くれるんだけど袋が欲しいんだよねいつもね。アイコムさんのカタログを全部もらい損ねた JZ0TRJ 六助でした。またお会いしましょう。さよなら。